はい、何番です。今からちょっと安めのジムニーが売りに出ているので見に行きたいと思います。行ってきます。はい、今回はジムニーを求めてある場所にやってきました。知り合いからこんなのがあるよと言われてずっと探してたんですけどね、ジムニーを。はい、出ました。 JA11 最終型ラウンドアドベンチャーです。オートマです。早速項目欄を見ていきましょう。エンジン、オートマとも不具合ありません。9月に水回り、ヒーターコア洗浄、ラジエーター洗浄、ホース類新品交換、インマニー、サーモン、ラジエーター、そしてプラグ、プラグコード、ディストトリビューター、ローター、キャップ、エアコン修理、フロントハブ、ベアリング、オーバーホールしており、修理代で15万ほどかかっています。との項目が書いてあります。名義変更を先にお願いいたします。フレーム、大きな錆びなく、綺麗な方だと思います。現在の走行は不明させていただいてます。前のオーナーがエンジン乗せ替えとメーター交換されているみたいです。リフトアップ、ダウンギアが入っているようですと書いてあります。お値段は30万。ちょっと30万では買えないのでお願いして値段を落としてもらおうと思ってます。さあどうなることやら。はい、間もなく待ち合わせ場所に着きます。いやー、なんかここまで来るとドキドキしますね。どんな人なんでしょうか。ちょっと怖い人だったら怖いなーみたいな、いい人だったらいいなーみたいな、そんな感じでドキドキしております。さあ目的地が見えてきました。このセブンイレブンでの待ち合わせとなっております。やべ、興奮してきてうんこがしたくなりました。セブンイレブンでうんこをしようかなと思ってます。できますでしょうか。これは信号が言って変わりませんね。なので、あ、変わる。ここは何でしょうか。結構バイクがいますね。通ってますね。ツーリングポイントのコンビニなんでしょうか。バイクが結構多いです。目的地周辺です。音声案内は、はい、着きました。目的地は左側の方。こちらで待ち合わせです。じゃあ早速ちょっと端っこに車を止めて、地図を参考に走行してください。車を端に止めて待ちたいと思います。待ち合わせ時間まであと20分あります。ここで待ちます。そして現れたのがこの車。どんげですか皆さん。まあまあいい感じかな。30万で出ておりますこの車。中はこんな感じ。ハンドルがなんかちょっと変わってましたね。そして天井が張り替えてありました。前のオーナーが張り替えたんではないかと言ってました。そして足回りがこんな感じ。さあそして後ろがこんな感じです。はい、こんな感じでドアがちょっとこういう感じで線が垂れてます。ところどころ若干錆が出ているのですが、まあこんな感じでしょうね。そして YouTube とかで、こういうところを見ましょうと書いてあった V を見てきたんですけども、この車も若干錆びてましたね。
まあでも値段の割にはこんな感じでしょうか。さあそして後ろのドアのところ、前のオーナーがぶつけていたそうです。このまま乗っているらしいです。さあそして横はこんな感じ。いかがだったでしょうか。この車若干30万では買えないので、もう少し値段を落として交渉したいと思います。もし皆さんでジムニーを持ってる方がいらっしゃったらご連絡ください。安くで譲ってください。お願いいたします。探してます、ジムニーを。この動画が面白い、また興味があると思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。